ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ先生、このシリーズ始まっております。今回2回目になります。今回は、はい、1994年の清水エスパルス編でございます。一緒ということで、全世代網羅大図鑑シリーズということでございますけれども、はい、前回93年開幕年の清水エスパルス、ご紹介いただきましたが、はい、今回は94年2年目ですね。そうなんです、はい、詳しい企画の説明表の見方に関しては前回のやつがね貼ってあります。上に貼ってます、はい、こちらご覧ください。上ですね、見てください。はい、それでは先生お願いします。はい、うん、今回もね、あのゴールキーパーから左から右、まあ、ゴールキーパーディフェンダーミッドフィルダーフォワードになってて、で縦軸がね、はい、まあ、年代になってたりしますけれども、うん、はい、去年のこの93年の見た方々だったら分かると思うんですが、まずは人数が単純に思いっきり増えました、はい、あ、確かにグッと詰まりましたね去年よりね。そうなんですよ、はいはいはい、これもちょっとあのちょうどねミルアカのライブ、はい、生配信の方でも今王者のレシピシリーズなんてことをやらせてもらってるんですが、はいはい、うん、それでこうずっと見てきた方々とかであればやっぱり分かる通り、うん、93年で10チームで始まったんですけど、オリジナルこの90、はい、そうなんですよ、うん、ただもう94年には2チーム増えて、そして95年にはさらにもう2チーム増えて、あー、なるほど、そうか、はい、そう、ずっと実は J リーグ拡大路線を続けるってことがしばらくあったんで、もしかすると清水エスパルスとしてもちょっと若手ある程度確保しておかないと足りなくなんじゃねえかと、取られちゃうぞ的なことですか。いや、というよりも、まあさ、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか、この年ここら辺になってくると試合数が素晴らしい、まあさ、その通りなんですよ。そうだ、あれですもんね、週2回やってたんですよ J リーグ最初。そうだ、そういうことなんですよ。だこの年だと44試合リーグ戦だけであった、しかも水曜やって週末やってっていうのがずっと続いてたんで、単純に23人ぐらいとかだけだとどうしても耐えられないだろうって、うん、なるほどね、でやっぱり今よりも20何年も前なんで、そのリカバリーの仕方の方法論とかも全然違いますから。そっか、そうで人数をある程度抱えるっていう風になってたんじゃないのかなと思います、うんうんうん、そっか、じゃあもう普通にターンオーバーっていうのはもう常識だったのか。そうですね、なるほどね。でさらにこの清水の場合だったら、はい、まあ、前回93年やりましたけど、うん、その前90何年のところから、うん、もうこの堀池さんとかいわゆる大江の木さん三浦さんとかいたりしたけど、はい、もう実はそのね、はい、一番多いこの今でもこの主力の選手たちが多い65歳、うん、1965年生まれっていうのはもうアラサーのところになってきちゃってるから、はいはいはい、そろそろもう次の若手発掘しておかないと優勝ができないと、はい、なるほどなるほど。そうで、はい、前年リーグ93年では10チーム中3位だったから、うん、でカップ戦でもいい成績だったからこそ、うん、このままある程度いい状況をこのサッカー王国静岡っていうところからいろいろ発信していき続けるためには、はい、まあ、若手選手を確保しておかないといけないっていうのはあったんでしょうね。なるほどね。今までの台所市場と比べてもグッと多いですもんね、やっぱ人数がね、絶対数が。そうなんですよ。なるほど、そういう反映してるんですね。実際これ見ていくと、はい、開幕してすぐのいわゆる94年のファーストステージは12チーム中2位とやっぱりいい成績出したんですけど、はいはい、ただやっぱちょっといろいろあったのか、後半戦セカンドステージになると12チーム中6位にまでなっちゃうんですよ、うん、ほう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 。で年間は4位、そしてカップ戦では、前回は準優勝ベスト4まで行ったのに、うん、2回戦敗退とか1回戦敗退とかちょっとあまりなかなか結果を残せなかったっていうシーズンでもあったみたいです。はあ、はあははあ。という94年なんですね。はい、4年でございました。はあ、なんか当時のいろんなレギュレーションとか踏まえてすごく、はあ、なるほどねって思っちゃいますし、はい、このメンバーのね、はい、名前これお一人お一人はね、こう皆さん見ていただきたいですけど、あ、この人がああそうみたいなね。そういうことなんですよね。そちらもお楽しみいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また95年に続くということですね。はい、このようにショートショートでポンポンやっていただけるんですね。やっていきます、やっていきます。わかりました。ちなみにこの年私18歳になっております。よろしくお願いします。私はまだ生まれてもないです。マジです。生まれてますよね。生まれてますよね。びっくりしました。小学生びっくりした。ごめんなさい、そうですか、失礼しました、ね、はい、ギリギリまだ私栃木にいます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、94年清水エスパルス先生に伺いました。ミルクサッカーアカデミーチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。ノーミル佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。